はい、こんにちは。それではですね、今日のマーケットを見ていきたいと思います。日経金株価はマイナス 0.16%、62円安となっています。寄り付きですね、昨日結構ですね、先ほど下げていたんですけども、寄り付きはプラスのところからですね、スタートというような感じで、日中結構ですね、下げているところもあったんですけども、最終的にはだいぶ戻してという感じで引けております。明日の朝ですね、NVIDIA の決算もありますので、ちょっと大型の半導体とかですね、そういったところが、弱かったりっていうところはね、個別銘柄ではあったかなと思います。それからトピックスが 0.43% マイナスですね、11.74% のマイナスですね。それからグロスニアコ中が 0.01% で小幅安になっています。日経平均値上がり銘柄数が81、変わらずゼロの値下がりが144となっています。キーワードランキング見ていきますと、キーワード上位だと1位がアドバンテストになっていますね。おそらくは NVIDIA の期待感もあってかなということで買われています。昨日ね、動画撮っておりますので、そちらもですね、ご参考にいただければと思います。それからセブン&アイ・ホールディングスですね。ここ買収絡みのところで、大きく上げています。それからリクルートホールディングスが少しリバーをしているのと、ソニー、これも角川の買収関係かなと思うんですけどもね。ここも上げています。それから損保は決算ですね。キーワードの回行きますと、東京海上を東京エレクトロン、信越化学工業、第三共、KDDI というような順番になっています。ヒットマップこんな感じになってますね。はい。業種別で見ていきますと、値上がり率、トップが繊維製品ですね。それから小売業、その他製品、サービス業、非鉄金属となっているんですけども、特に大きくね、上げているセクターがあるという感じではないかなと思います。値下がり率、トップ10のところでいきますと、保険ですね。ここは 3.12% マイナスとなっております。ここも決算受けてというところですね。それから陸運業、関連の工業、その他金融業、銀行業、空運というような順番でマイナスになっております。さて、昨日ですね、損保3社の決算がありまして、かなりですね、反応は分かれるような形になっているんですけれども、良かったのが損保ですね。こちらが、最終的にはですね、プラス407円ですね、プラス 11.42% プラスということで、かなり大幅に上昇しております。で、業績とですね、配当情報修正、それから期待以上の自社株買い発表で、ということで見出しになっていますけれども、年間配当金に関しては従来計画の112円から132円までですね、20円引き上げるというような形。それから、発行済み株式数の 7.44%、結構でかいですね。こういう7200万株、1550億円を上限とする自社株買いも発表ということで、ある程度ですね、されるということは分かっていたものの、取得規模をかなり期待以上だったということで、大きく続伸をしているというような状況になっております。はい。それから、二つ目、MS&AD ですね。こちらに関しては、最終的にはマイナス182円 4.92% マイナスで引けております。こちらの方もですね、今期計上 3% 上方修正最高益予想上乗せとはなっているんですけども、業績面は、特にですね、サプライズはなくニュートラルという感じ。それからですね、増配はなし、自社株買いもちょろっとというような感じで、期待感からするとですね、そこまでではなかったということで、一旦売られているかなと思います。MS&AD に関してはもうすでにですね、かなり自社株買いをやっていますので、先行してですね、3社の中でもやっているっていうところで、今回はそこまででもなかったかなというところですね。はい。そして3つ目。東京海上ですね。はい。ここが、一番下げ幅としては結構でかかったかなというふうに思うのですが、今日はマイナス423円 6.99% マイナスというふうになっております。政策株式売却益除きの利益予想は下方修正ということで、ちょっと後ほどですね、決算説明資料を見ていきたいと思いますけども、政策株売却益を除いたベースでの利益は CRE ローンに関わる CLCL 引き当て等の増加を踏まえ、820億円減額の5280億円なりということで、本業の方がこれマイナスなんですよね。なので、見出しとしては情報修正っていうふうになってるんですけども、それは政策株の売却の益なので、あまり評価されるところではないということですね。もともとやるっていうことは分かってるわけですから、そこはダメということで、厳しいということで見られているということですね。で、1200億円の上限の自社株買いに関してもですね、もともとやるって思われてたと思いますので、そんなにサプライズはないということをですね、ある程度織り込まれての、事前でもですね、チャートすでに上がっていたところもあったかなというふうに思いますのでね、ちょっと失望感の方が先行するような感じ、むしろちょっと業績大丈夫なのかというところになってくるのかなと思います。で、こちら東京会場のですね、決算説明資料のところにはなりますけれども、業績予想の修正ということで、一見ですね、この、プラス400億円っていうことになってるんですけども、これは政策株式売却益を入れた場合はですね、プラスになるんですけども、今、株単には載っていたようにですね、本業のところでいきますと、好調なね、保険引受けや自然災害の減少等っていうのがね、あって、この辺のところはプラス要因ではあったんですけども、この引き当てのところですね、この増加を踏まえてっていうことで、マイナス820億。ここは本業のところかなと思いますので、そこは単純にネガティブに働いてしまうっていうところはあるのかなというふうに思いますということですね。増配もありますけど、3円なのであまりインパクトもないということになるかなと思います。はい。それではですね、ちょっとここからは、チャートの方ですね。ちょっと損保から見ていきたいなというふうに思います。ちょっとさらっと今日はね、3社あるのでいきたいと思いますけれども、まず損保の方ですね。一本化されたですね、抵抗線ですね、3580円ぐらいのところですかね。ここのラインっていうのがかなり一本化されていて、今回それをですね、大きくギャップアップして抜けるような感じになっております。その上のところでいくと4000のラインがありますので、一旦はですね、今日はそこのところが、上髭で押し返されているというような状況になっています。今後ちょっとここからさらに上を目指せるのかっていうと、かなり微妙なところかなと思いますし、結構ですね、ここは、どうしても信用買いが溜まりやすい銘柄ではありますので、出来高、今日は出来高あったので、この値位置なんとか保ってはいますけれども、おそらくは、今後ですね、出来高が、常時出来高まで落としてくるという風になるとですね、この値位置っていうのが、ちょっと保てるのかどうかっていうところはかなり疑問かなという風には思いますね。昔のMS&AD の時とかも、そういったね、発表っていうのがね、ここのところですかね、決算のところで発表っていうのがありましたけども、その後ですね、ぐーっと上がった後、やっぱり落ちてしまうみたいなね、そういった動きもあったわけですので、その辺のところはですね、ちょっと今後どういう動きをするのかっていうのを見極めながらですね、撤退ラインを決めて入らないと、ちょっとここからですね、行っていいかっていうところはまだ何とも言えないところかなというふうには思います。ただこの損保に関しては、他のね、2社と違って、結構本業のところでも情報修正をしているかなと思いますので、そういったところの業績の安心感も、今日はね、あったんじゃないかなと思いますね。そういったところではまだ買えるのは損保かなというところです。それから、MS&AD ですね。こちらに関しては、今日ですね、少しこの窓を埋めるような形で、下げてはきているんですけれども、ちょっと今中途半端な位置ですね。この位置っていうのが、上の、レンジのところ、それから下のですね、出来高溜まり、これが3400円付近のところにありますけども、この中間点ということで、ポジションはなかなか取りづらい位置にはなってくるのかなというふうには思います。この上昇トレンドラインですね、一本化されたこのラインっていうのが、機能するんであればですね、もうちょっと下げたところから、押し目を狙うっていう方が、可能性としてはあるのかなというふうに思いますね。3400円ぐらいのところまで落としてくるようであれば、そこのところは、拾ってもいいのかなというような感じです。はい。それから、東京会場ですね。はい。こちらも MS&AD とね、かなりチャートが、ほぼ相似の状態ではあるんですけれども、ここですね、出来高溜まりのところが5500から5600にかけてっていうことでありますので、今日、下げ止まった、ちょうどその辺のラインっていうところが、この辺の出来高溜まりになっているかなと思いますと。ただ、ちょっとこの業績面のところでのマイナスもありますので、ややですね、ネガティブ色は3社の中で一番強かったかなというところを考えると、ちょっとここで下げ止まれるのかっていうところですね。そこのところは見極めが必要になるかなと思っております。はい。で、一応東京会場のですね、信用状況を見ていきますと、最初のところでいきますと200万株ぐらいですかね。信用改ざんありまして、常時出来高のところでいくと、だいたいですね、300から400万株ぐらいな感じにはなっていますので、そんなにですね、需給がいいというわけではない。少し足型を崩すと、またですね、値頃買いが入ってきて、需給は悪くなりがちな銘柄かなというふうには思いますので、そこまでですね、今回の決算で買いたいという感じではないかなとは思いますね。ちょっと直近のところでも融資残が増えている感じもあまり良くないかなというふうには思いますので、大きく下げたところは狙ってもいいような気がするんですけども、ちょっとあまり中途半端なところで、ポジションを取らない方がいいような気がするというのが、今の現状のところの率直な感想かなというところです。はい。ということで、ちょっとすぐにはですね、3社ともポジションはね、どれも入れづらいかなという感じがするので、今後の推移を見守りながらですね、なるべく有利なところで、ポジションね、入れていければなというふうには思っております。はい。ということで、今回は昨日ですね、決算を発表しました損保3社のですね、その後の動きっていうところをですね、見ていきました。参考になったと思っていただけたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。